皆さん、こんばんは。こんばんは。お疲れ様です。オールニット日本、ボリューム、はい86を迎えました。はい、お願いします。どうしたんですか、そのテンション低いですね、今日。ちょっと今日宇宙の方からお届けしてるんで。あ、前澤さん。はい、ちょっと地球見て、エモい気持ちになってました。前澤状態ですね。はい。ありがとうございます。今日ですね、前回、はい、85 あ、ブラックホールかな、それ違うのかな。無数の星に見守られながらですね、はい、今日は鉄のお話にやってきました。はい、じゃじゃーん、前回話題になりました鉄の話、ですね、改めて、はい、鉄わからない方にちょっとお話ししたいんですけど、はい、前回ボリューム85で、はい、鉄を次回受けてみようって話になって、はい、まあ、鉄は何なのかと言いますとですね、はいはいはい、お願いします。繊維製品品質管理士という、はい、資格であり、鉄を持っている方は、まあ、そういうプロフェッショナルだであろうという、はい、業界内のその信頼につながる、まあ、資格説明が、はい、資格なんですね。で、1年間に1回、はい、各会場で、試験会場がありまして、はい、受講できると。はい、で、受講資格はどなたでもっていうふうに書いてまして、うん、で、まあ、東京、名古屋、京都、福井、倉敷、福岡、各、はい、会場があって、はい、まあ、もちろん受験料がありますと、うん、で、構成ですね、重要な構成が、5つの項目によって構成されてて、はい、繊維一般という試験、そして製造品質の試験、はい、流通消費っていう分野ですね。そして事例っていう試験、はい、そして論文っていう、まあ、5つのパートを全部受けて、はい、全部それぞれが60点以上、合格になるには60点以上、はい、これを全部クリアする。60点以上みんな取れたらさえすれば合格になるんですか？ですね、全部を取んなきゃいけないんですよ。あ、論文だけ取れなかったじゃ手数になれないんです。ああ、一通り開いてみてるんですけど、はい、論文、事例ですね。はい。そうなんだ。事例も難しそうだな。論文って難しそうだな。繊維製品の品質について消費者から見る商品の品質と生産者から見る製品の品質には違いがある。はい、ああ。それ論文ですか？はい。違いがある。消費者は品質の商品の品質として安全性、使いやすさ、ファッション性、機能性、適正価格などを求める。一方、生産者は消費者の求める品質以外にも、品質の安定化、コスト低減、不良率の減少、環境負荷の軽減、コンプライアンスなどを配慮して、考慮して品質を確保する。このような状況下で、繊維製品品質管理士には消費者と生産者の2つの立場から品質を両立させた繊維製品を消費者に提供することが求められる。そこで繊維製品品質管理を目指すあなたは消費者と生産者の立場から品質の両方を踏まえ、製品の品質をどのように考えて進めるか、消費者にどのように正しい情報を提供するか、消費者から得られた情報をどのように製品品質に生かすのかについて、スポーツ医療、カジュアル医療、フォーマル医療、子ども服、作業服、寝装品などの繊維製品から具体的に一つ想定して論じなさい。これめっちゃ大変ですね、論文。これ過去問がウェブサイトから見れますので、はい、これで練習できるんですね。はい、今ここ読んでたんですか？あ、そうです。あ、すげえ。で、600字から800字でこの問題に対して論文を書いて、はい、で、添削があって、まあ、60点。論文は何点なの？あ、論文も100点満点中何十点、何点かってことですね。ですね、ですね。いや、これ難しいな、論文。なんで、これ結構大変なんで、はい、椅子のちょっと特性として、はい、もし合格したやつを、来年、再来年に持ち越せるんですよね。はあ、ってことは、はい、5部門あるうちの、はい、1個ずつ合格すれば、5年目で合格するってことですね。5年間持ち越せたんだったかな。確か、そう。あ、期限があるの。あ、ごめんなさい、3年間でした。ああ、ってことは、1個か2個。はい。
そうなんです。取らないといけないんですね。はい、そうなんです。はい、これがの試験で、はい、先週も話しましたけど、産地の学校を卒業したのが次の目標とかで、はい、受ける方も結構いて、はい、僕らも、まあ、テストちょっと気になるねって話を前回しまして、はい、でこれをやってるあのこちらですね、日本医療管理協会さんにも、はい、まあ、いきなりこの間電話とかさせてもらって、はい、まあ、ちょっと試験時間の確認とか、はいはいはい、でまあ、いきなり電話したらすごく優しく対応していただきました。ああ、そうですね、はい、で過去問ウェブサイトからできるから、はい、あの受けてくださいみたいな会話しましたね、はい、あの今あの事例のところ4番目の事例のところちらっと見てたんですけど、はい、これとか結構リアルな感じですね。お、なんかここ面白いそうだなと思いました。あ、こうプロから見ても、はい、これ何色って言うんですか。紺色じゃないですか。紺色のマジですか今の。紺色のコージロイパンツを買いました。自転車通勤で2ヶ月着用したら、間数回雨に濡れることもあった、はい、けど初めて洗濯しようとしたところ、前立ての真鍮製ファスナーと接触している生地が点々と赤くなっていた、はい、また内股から お尻にかけて部分的に生地が薄くなったと、はい、消費者はこの2つの現象を不満に感じて、アパレルメーカーさんに苦情を申し出た。はい。組成表示並びに取扱い表示は以下の通りであった。はい。コットン 100%。はい。40度で洗ってね。洗濯機ダメだよとか。はい。はあ。かけ干し。すりかけ干し。アイロンダメ。ウェットクリーニングはできる。パワーポイントとワードじゃないですか。なんだっけ、P。いや、すごい、すっごくリアルな質問ですね。そうですね、リアルですね。原因を究明するためにアパレルメーカーはどのような目的で調査をすべきか。はい。1、苦情1について3つ挙げてくださいって書いてますね。あ、まあ、ファスナーが真鍮製のファスナー。真鍮って錆びないのかな。接触している部分は赤くなっており、まあ、サビが真鍮によって生地が変色したってことなんですかね。まあ、それについて、生地とファスナーの品質が大丈夫かどうかを確認、試験で確認する必要があるみたいな感じですよね、多分。うんうんうん、でも2についても、まあ薄くなっていることに関しては、引き裂きの試験とか生地の耐久性、うんうん、を試験を取るとかそういうことですよね、多分。うん、3つずつもあるもんなん、ああ、まあ、あるのか。ありますね、あるんじゃないですかね。摩擦で生地が薄くなる耐久度みたいなやつと、はい。でもそれだけじゃないんですか、丸2なんて。3つ上げ、内股から尻部にかけて。でもまあ、摩擦。とか、うん、あとは何、あれもしかして物性ですよね、物性。物性検査。はい。まあその辺を挙げつつ、設問に蓄積現象、考えられる発生原因を2つ挙げ。これね。まあ、ファスナーが原因か、生地が原因かってことですよね、多分。うん、あ、そっか、ファスナーが原因か、生地がもともと色がフィックスしなかったみたいな。はい。色が落ちやすいか、変化しやすいか。ああ、なるほど。でまあ、どのような試験方法っていうか、まあ、僕だったらとりあえず科研に送っちゃいますけど、あ、多分その具体的な内容も述べないといけないですね。うん、いや、これ結構アパレル生産やられてる方の問題みたいな感じですね。いや、そうですね。この辺なんかすごいリアルな感じ。問い、問題 B。ソフトな風合いとデザインが気に入ったので、グレーのサテンのブラウスを購入し、数回着用した。最後に着用した際に、小雨に濡れて1、両肩付近に、まあ、小さな丸いシミが数箇所発生した。シミを除去しようとドライクリーニングを依頼したがシミを除去できなかった。また2、クリーニングから戻ってきた時に見るとブラウスの押さえ付け部分に縦折り糸がずれて歪みが発生していた。この消費者はこれらの2つの現象に不満を感じアパレルメーカーに苦情を申し出た。組成表示並びに取扱い表示を次の通りだった。なるほどね、まあ、早口だったんで入ってこなかったですね。早送りしなくて済むかなと思って。
わかりました、原因また同じですね。3つずつ挙げろっていうのと。ってことはこの問題の出方は、まあ、恒例の出方なんですね、おそらく。3つずつ答えるっていう。はい。なんかドストレートだけじゃなくて考えられる他の要因もみたいな感じなんですね。そうですね。まあでも雨、どちらともに雨が出てくるんで、やっぱ地球環境のこと、まあ、さ雨の酸性化とか。ああ、そういうことか。それとかももしかしたら考慮しないといけないのかもしれないですね。うん、さっきもか雨出てきたか。本当だ。さすが島田さん。え、合ってるんですか？いや、雨が出てから、これが雨が酸性だから、はい、赤く色が抜けたってことですもんね。多分考える一つとしては。そうなんですか？え？え？今ボケてたんですか？はい。え、まあ考えられるけど、優先順位的には高くないかなと思ってたんですけど。そっか。でも両方雨出てきますね。そうなんですよね。本当に。毎年雨出てくるんですかね、この事例は毎回雨が出てくるみたいな。なんかで、1、繊維に関する一般知識ってところ、うん、あ、1ですね。1を今見てるんですけど、はい、これもやっぱ面白いですね。なんか、今までやってきたことの答えのすり合わせみたいなところと。このあたりは産地の学校参加してたら、結構強い分野ですね、ここは。問い4の、はい、問い4、1,2,3,4,4 番目は、はい、ニットの授業で出てきてますね。あ、島田先生の授業を受ければ。はい。あ、これはね、まあ、復習がてらやってほしいですね、皆さん。受講生。そうですね。一回、まあ、すべて、実際に仕事で使うかって言ったら分かんないですけど、なんか多分たまにパッて出てきたりするってところではやっぱ必要な知識なんじゃないかなって感じしますね。このじゃあ一回ちょっと画面共有外しますね。はい。でこういったテスト面白いね、僕たちも受けたいねっていう中で、はい、前回85の撮影収録の後に、はい、島田さんに受けていただいたんですよね、実際。いやー、もう本当そんなテストをさせられるなんて思ってなかったですからね。はい、お仕事上がりに受けていただきまして、はい、時間制限測っていろいろとこのルールにのっとってですね。そうですね。試験中はタバコ吸えない、アルコール飲めない携帯見れない、はい、全部守っていただいて時間測ってやったんですけど、はい、その時のちょっと音声が入ってなかったというか、はい、故障してしまいまして申し訳ありませんでした。マジか。え、もしかしてもう一回解かないと。なんですけど、はい、今日は一旦皆さんに映像があるので、はい、こんな感じで受けたよっていうのを見てもらいたいと思います。はい。どうぞ。どうぞ。はい、こんな感じですね。はい。すいません。早送り。いや、なんか疲れが戻ってきた感じしますね。ねえ、早送りしましたけど、これ、あ、これ30分ぐらいで解きましたもんね。そうですね。時間のところ。30分時間を残して、はい。受けていただいたのが、品質と流通だったかな。品質、3ですね、3。あ、流通と消費か。あ、間違った、2だ。はい、失礼しました。品質と製造。はい、というのを受けていただきました、実際に。はい。で、本当にこのように受けていただいて、全部丸とかね、選択問題でしたね。そうですね、1個ちょっと問い5かな、抜けちゃう、はい、問い4か問い5。問い5だな、はいはい、抜けちゃいましたけど。あ、問い5をし忘れるってことがありましたけどね。いやでも難しいですね、シリンダ型洗濯機を用いる方法、ISO 法、はいはいはい、ラブラブシワ判定。そうですね、なんか仕事で出てきてたら知ってる単語もありましたけど、やっぱり知識として入れておかないといけないことは多かったなって思いますね。そっか、これを受けた感想は、なんかやっぱり対策しないと
難しかった。そうですね、一発合格してやろうと思ったんですけど、はい、で島田さんのこれあの点数つけまして、はい、これも全部ホームページに載ってるんですけどね、はい、正解率が 50.5% いた。惜しいな。 50.5% だから 9.5% 足らなかったですね。あと何問か、あとまあでも10問いかないぐらいか、正解しとけば受け合ったってことですよね。はい、そうなんです。でもやっぱ言葉が難しかったな、うん、特にその人体のなんかそういうのもあるって言ってましたよね。そうですね、筋肉の名称とか、あとなんか頭からこう流れ信号がどういうふうに流れ、どっから出てきて流れるのかとかあったんで。そっか、例えば問い6で、はい、骨の連結には、あそうですよ、不動連結、可動連結、はい、で関節を挟む2つの骨や人体に付着して、はい、髄運動する筋を何々といい、はい、これ難しいですね、はい、これ理科なんか生物じゃないですか。生物か、すげえな、よくやりましたね。わかりました、これをやっていただいて、はい、鉄のね、去年の2021年度の鉄の品質と製造品質やっていただきました、島田さん。え、点数の発表は、あ、そうか、50.5% って言ってたか。はい、50.5% でしたね、パーセンテージ。まあでもちょっと。100問あったんかな、100問。え、100問も ?100 問あって、そうです。100問あって、5問は回答しなかったんで、はい、あ95分の48でパーセンテージ出すと 50.5 っていう、はい。なるほど。いやー、悔しいですか、どうですか。いや、ちょっと悔しいですね。受けるんちゃうか思ってたんで。ちゃうかい。はい。これ、ちなみに今回は、その製造品質でやりましたけど、はい。多分、繊維一般は、まあ、もっと島さん、簡単だと思うんですけど、さっきの事例とか、論文とか、はい。流通消費もチャレンジしますか、対策なしで。ああ、まあ、ちょっとそうですね。チャレンジしたいですね。まあ、論文はでもちょっと難しいな、論文は確かに。論文も1時間、論文も1時間ですか。論文も1時間で書いてました。ああ。論文は、あ、論文は採点できないからな、これ。そうですね。論文以外のところは。またなんか、じゃあ、なんか人数集めてみんなでやってもいいですね。ああ。でもそれともまた来ていただいたときにでも。そうですね。人数集めて、最下位が、ご飯をごちそうするとか。ああ、いいですね。宮原さんも入ってますからね、それ。僕もじゃあ、いいですか。はい。でも強そうだな。いや、でも。なんだかんだ。ああ、なんか、ちょろっと見たんですけど、めっちゃ専門的ですね。骨の話とか。そうですね。さっきの分かんないもんな、コーディロイ、アミガニメって。真鍮。まあ、あの辺はやっぱ、その、製品の製造、生産管理やってないと、ちょっとなんとかピンとこないんじゃないですかね。ピンとこない。はい、真鍮自体が水に濡れてなんちゃらって可能性もありますもんね。はいはいはい。はあ、しかしでも大変ですね、あのズボン2ヶ月履いてクレームくるって結構しんどいですね。自転車通勤ってのがポイントなんじゃないですか。ですよね。そこまでその強いやつとは想定してないっていうのが落ちない気がしますけどね。ああ。生地がそんなに摩擦で、はい、だから縫製しようとかも、いや、そっか、そうかそうか、なるほどね。でも縫い目がどうっていうよりかは生地がすり減っちゃった感じなんですよね、これ。そうですね、生地が薄くなってたというのは結構な気がしますけど、でも2ヶ月、まあ、前頻度は分からないですけど、入ってたらさ、薄くなるってって感じはしますけどね。いや、本当そうですよ。電車乗ってるし。本当そうですよね。まあでも結局そういう、まあ消費者の方々に対してそういうのが来たときに、うん、まあなかなか、いや、そうなりますよとは言えないですからね。それをその理論立ててちゃんと納得してもらえるように説明するっていう意味では、やっぱり必要な知識なんじゃないかなと思いますけどね。そうですよね。そういう時に鉄を持ってるからあの人頼ろうとか、うん、まあ、なるのかもしれないですね。
あともう一つ、その鉄のサイトからどの会社さんに鉄の資格持ってる方が何人いるっていうのを公開されてて、ああ、ありましたね。これも面白いんで、はい、ぜひ皆さんも見てほしいなと思います。うん、で鉄っていうのはその一回取ったら一生もんじゃなくて、はい、更新していかなきゃいけないんですよね、5年ごとに。おお、そうなんですか。だから知識を一夜漬けでつけてっていうのはダメなんですよ、やっぱり定期的に。鉄の資格持ってるっていうのは結構だからやっぱ信頼につながりますよね。そうですね。こう例年7月とかにやってるのかな、2021年の予定だなこれ。はい、なんだろう、4月1日に要項が発表されますね。はい、もうすぐですね。はい、受けてみますか今年じゃあ。まあそうですね、対策スタートわかんない。16.7% 正解率、あ、合格率 16.7。 はい、やばい低いですね。 16.7 で、まあ今年に2個ぐらい取れたら来年3個取るとか、そういう感じか。でも737人出てますね、東京で。去年のやつはすごいな、やっぱ。いや、しかも歴史ある資格ですね。はい、我々が生まれる前からすごい興味は出てきたんで、ちょっと元気があるときにちゃんとやってみたいと思います。そうですね、はい、全一般の項目もありましたから。はい、じゃあ今回はちょっと前回話題になった鉄の試験やってみたっていう回がちょっとボツになっちゃったんで、はいはい、改めて振り返ってみたという回でございました。はい、オールニット日本ボリューム86、86ね、今夜もありがとうございます。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。はい、さよなら。